オリーブオリーブオリーブ誰一人置いて白毛通り飛んでゆく南の空へみじめみじめ白毛ないで白毛ないで白毛たけれどみじめみじめ今日も始まりました黒川敦彦のオリーブの木チャンネル今日のテーマはソフトバンクグループのウーバー2年で464件のレイプでございます。このですねソフトバンクグループのウーバーという会社があります。事業内容はまた後ほど説明いたしますがこのウーバーの運転手による2017年2018年の2年間でレイプ464件性的暴行5981件が行われたということなんですがちょっとこの報道を聞いて信じられない数字だと思い愕然としました。この事業をするためのですね規制緩和をした、まあ、米国の政府や他の国の政府責任はものすごく重いと思います。このウーバーという会社ですね、事業内容は2019年7月から9月、売上4118億円、利益マイナス1260億円、つまり大赤字の会社なんです。その大赤字の会社でレイプ事件を起こす会社であると。もうこれだけ聞くと、そんな会社あるのかと思うぐらい、まあ、ひどいありさまなわけなんですけれども。日本ではこのウーバーという会社、ウーバーイーツがおなじみですね。この四角いリュックを背負ってですね、まあ、食べ物を届ける、テイクアウトのフードをですね、代わりに届けてくれますというサービスなんです。そのウーバーですが本業はですね、タクシー配車サイトライドシェア事業という事業なんです。これはウーバーに登録した個人がですね自分の車を使ってタクシー免許なしでお客さんを取って、車に乗せて、送り届けるというサービスなんですけれどもそのウーバーは、まあ、たくさんの個人を契約していますし、なんなら成りすましたりする人もいたりして、個人を管理できないわけですから、その中に、問題を起こす人がいてですね車の中でレイプ事件が勃発しているということなんです。このウーバーソフトバンクグループが8600億円出資をし筆頭株主になっています。アメリカのタクシー業界なんですけれどもこのウーバーおよび、まあ、リフトという会社もありますがライドシェア事業によってですねタクシー業界が崩壊いたしました。ニューヨークのタクシー2018年の登録が13,600台、これに対してウーバーが6万台、大手のタクシー会社数社が倒産に追い込まれました。つまり、まあ、過当競争になってしまったということなんですね。ウーバーの中だけでも過当競争はものすごくて顧客を奪い合い、登録した人たちもなかなか飯が食えない、生活していけない、そのような声が上がっています。このアメリカでやっているライドシェア事業ウーバーなんですけれども日本では違法です。いわゆる白タクという無免許で人を乗せるタクシー業に違反する、違法行為です。その赤字の会社のウーバーがですね世界中で資金力に物を言わせ特にアメリカではタクシー業界を潰し素性のわからないドライバーが多数のレイプ事件を起こすという事態に至ってしまっています。これは本当にまずいことだと思います。そのウーバー今上場企業であります。上場するときの、株主主幹事というのがいるんですけれどもその主幹事証券はですねモルガン・スタンレー、ゴールドマン・サックス、よく出てくる国際金融資本家と言われるような会社ですよね。この人たちはアメリカの中央銀行 FRB を作った株主の会社たちです。世界の金融を牛耳る金融マフィアと言われたり国際金融資本と言われるような人たちが作って仕掛けた会社です。このウーバー、今赤字です。もしかすると黒字にならないかもしれません。そのぐらいひどい状況です。ソフトバンクやゴールドマンサックスなどの金融会社は、
金融詐欺会社ですよね。彼らはもう自分たちの利益のためだけに行動した結果、今回のような事態に陥っています。本来であれば米当局が規制すべきだったことなんです。目先の利益のことばっかり考えてやった結果ですね、ウーバーの事業でレイプ事件が起こっていると。とんでもない話です。このウーバーによるレイプ事故はですね、構造的な問題です。株主の利益を優先し、この状況を放置するということは本来ならば許されません。さあこれからどうなっていくんでしょうか。もし今のままですね、利益のためにレイプを見過ごすということであればですね、本当に腐ってます。それは絶対やるべきではない行為です。ウーバー自体の事業を継続するのであれば、根本的な構造の見直しが必要です。今回問題になっているウーバー、このウーバーを考えるときにですね、ユニコーンというキーワードが出てくるんです。このユニコーンというのがですね、世界中で今問題を起こしています。ユニコーン企業と言われるのはですね、時価総額1000億円以上、すいません、ちょっと億円の奥が抜けています、誤植でございます。1000億円以上であって、上場していない設立10年以下の技術系ベンチャーのことをユニコーンと言います。このユニコーンですね、多くの場合赤字なんです。赤字の企業というのはですね、ちょっと難しい話なんですが、株価の算定が難しいんです。利益が出ている会社はその利益の何倍という大体の算定方式が成り立つんですけれども、赤字の会社にですね、期待値だけをつけた場合、株価の算定がすごく難しいんです。今企業が伸びているところで研究開発にもお金が使っているから赤字なんだというふうな言い訳をしておけばですね、赤字で売り上げが立っていれば、事業価値としては算定が非常に難しい。その会社にですね、ゴールドマンサックスのような企業がですね、大量の資金を投入し、期待値をでっち上げ、高い株価でですね、それを一般株主を騙し、押し付け、最終的には、投資会社は売り抜けるということがですね、今行われています。これ、今までもずっと起こってきたことなんです。日本でこれ同じようなケースというとですね、ライブドア、まさに同じようなことが起こっていました。ベンチャー業界ではですね、こういうことが昔から起こっているんです。私黒川ですね、もともとベンチャー企業への投資をしておりましたので、同じようなケースをたくさん見てきました。だから余計に今回の件が本当にひどいというふうに起こっております。今問題になってきたですね、ソフトバンクの問題で、一番真っ先に問題になったのはこの WeWork という会社だったんですけれども、この WeWork もですね、世界で代表するユニコーンの企業です。WeWork はですね、当初5兆円と言われる株価がですね、上場の直前に8000億円まで下落し、上場ができなくなりましたという事件が今起こっています。ソフトバンクはその WeWork に2兆円も投資しているため、それが紙くずになりそうでやばいというふうになってしまったと。ソフトバンクの屋台骨が揺らぐような事態に陥ってしまっているということなんですが、この WeWork もユニコーンだユニコーンだと言って騒がれたわけです。一般投資家を高い株価で騙してですね、上場して押し付けて自分たちは売り抜けようとしたんですが、上場の直前に事態がバレて上場ができなくなり、ユニコーンと言われた WeWork 大崩壊して株価が8000億円と今言われていますが、それは、3000億円以下に下がってもおかしくない、最悪の場合、黒字化せず倒産する可能性もあるんじゃないかとすら言われています。Uber も同じようにユニコーン、まさに一般の株主を騙し罠にはめようとしたわけなんです。このチャンネルで最近ずっと言ってきています、現代の資本主義っていうのは爆弾トスゲームですと。まさにウーバーは爆弾だと。いつか爆発するような金融商品を作って、それをどん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 トスしていくとですね、最終的に誰かのところで爆発するんですけれども、爆発するまでに回した人はですね、それ金利とか手数料とかっていうのが入りますから、儲かると。そんなことをやっているのが今の資本主義金融業界なんです。嘘でも比喩でもなく本当にこんなことをやっています。WeWork、この WeWork のことをですね、ソフトバンクは、
AI 企業、AI 企業と言ってですね、高い株価だと言って株価を吊り上げまくりました。蓋を開けたらですね、この WeWork という会社はシェアオフィスを経営する普通の不動産業でした。しかも赤字ですということで、5兆円の価値なんかないだろうということが世界中でバレてしまったんです。これがユニコーンの実態なんです。本来ですね、社会の問題解決のために企業というのは存在しているんですが、このユニコーンというのは投資家のエゴが生み出した投資詐欺商品になり下がっているということなんです。ユニコーン、投資家のエゴが生み出した投資詐欺であると。そのユニコーンが、ウーバーがタクシー業界を潰し、素性のわからないドライバーを量産し、2年で464件のレイプ事件を起こすと。これはまさに投資家のエゴが生み出したモンスターです。こんなことはあってはいけません。先ほども言いましたように、私黒川、ベンチャー企業の経営をしておりました。投資業界にもおりました。だからこそ今回の件が本当に情けないし、腹立たしいし、怒りを感じています。なぜならば、経営者っていうのはですね、たくさんの社員を雇い、その家族も含めて、その責任を背負ってですね、仕事をしているんです。だから成功するとたくさんの喜びが得られ、社会に対しても大きないいこともできるし、今回のように間違ったこともやってしまうんです。その経営者がですね、目先の金のことばっかり考えて、実体経済のことなど考えずにですね、投資家とつるんでこんなユニコーンとか言われる会社を作って、その結果ですね、一般投資家に損をさせる、そしてその会社がレイプ事件を結果として見過ごしている、起こしていると、こんなことあってはならないんですね。さあこれからウーバー本当にどうするんでしょうか。このレイプが起こらないような状況を作るってなったらですね、結局のところタクシー会社とは変わらないんです。今無茶苦茶なことをしているから安い労働力でタクシーのようなものを運営しているんですが、その結果が今回のようなレイプ事件なんです。ということはですね、構造的におそらく変えられないです。利益出せないんじゃないですか。そんな会社です。そんなウーバーのようなライドシェア事業をですね、日本でも規制改革をして取り入れようとしている、その中心にいるのは竹中平蔵の未来投資会議、これは内閣府の中にあります。それと国土交通省が中心となっています。日本でライドシェア解禁にまさに舵を切ろうと今しています。竹中平蔵といえば郵政民営化をしたり移民推進をしたりで日本国民の富を外資に売りまくってきた外資の犬ですよね。まさに今回もゴールドマンサックスとかモルガンが作ったユニコーンと言われる投資詐欺商品を日本に連れてきて、自分たちは儲ける、国民の生活は無茶苦茶にする、そんなことをやろうとしているのが竹中平蔵およびその周りにいるグローバリストと言われる人たちですよね。安倍政権だってそれを分かって竹中平蔵とつるんでたくさんの外資系企業、怪しい外資系企業を日本に連れてきましたよね。本当にクズです。今回構造的にレイプが多発するようなウーバーのような事業、存在すべきではないと思います。日本での規制改革は絶対にすべきではありません。米国も今すぐ規制すべきです。投資家のエゴで実体経済が壊される、こんなことは本当にあってはいけないんです。現在の資本主義、爆弾トスゲームになり下がっています。今回のユニコーンというのも単純に新型の爆弾です。リーマンショックの時に炸裂した CDS も、1年後ぐらいで爆発すると言っている CLO も、まさに爆弾トスゲームの爆弾です。ゴールドマンサックスなどの金融会社がしている仕事と言ったら、新しい金融詐欺商品を作ることに朝から晩まで力を入れているわけです。ゴールドマンサックスで働いているような人というと、ハーバード大学を出身したような人類で最も優秀な人たちです。そんな人たちが目先の金儲けのことばっかり考えて朝から晩まで詐欺のことを考えているんですから、それは世の中おかしくなりますよね。まあその劣化版であるような人たちが今の日本の中枢を運営しているんですから、ゴールドマンサックスなどに騙されて今回のようなユニコーン、また新しい投資詐欺商品を日本で発展させているわけですよね。その片棒を担いでいるのがソフトバンク孫正義さん。情けない。本当に情けない。ソフトバンクのビジョンファンド、10兆円の資金を集めて投資をしています。AI 企業に投資するって言って華々しくやっていましたよね。
その代表案件が WeWork、 ただのシェアオフィスの会社です。それがバレて株価が暴落、 Uber は株価が暴落しています。しかも464件のレイプと5981件の性的暴行、金に目がくらんで一般社会に、一般人に被害が及んでいるんです。何がビジョンファンドだっつう話なんです。もういい加減に目を覚まして悪事を改めてください。Uber の現状、 Uber Eats でですね、配達員の基本報酬をいきなり6割カット。もう鬼畜ですよね。いきなり6割カットって、まあ社員じゃない委託ですからね、んなもん6割ぐらいカットしても知るかと、株価が落ちてるから黒字化しないといけないからなりふり構わずに賃金カットだと。まあ賃金じゃないですもんね。でもむちゃくちゃですよね。そして Uber は自動運転技術、自動車を自動運転する技術の開発をしていますが、その実験中に2018年3月アリゾナ州テンピで女性をはね死亡事故を起こすと、いろいろ焦ってやるから死人まで出していると。そのウーバーの創業者のカラニック氏は1680億円もの自社株を大量に売却、つまり株価が下がると思っているんですよね。本当に自動運転技術が発達してウーバーがその業界でトップになるんだったら株売らないですよね。自分たちが一番分かっている、一般投資家に高い株価で売って自分たちはおさらばしよう、とんずらしようということですよね。うん。こんな投資環境を継続している日本でも金融庁の責任は本当に重いと思います。これを変えるべきだとオリーブとしては政策提言をしております。オリーブの木は金融庁を独立させ、日本で一番優秀な人材をそこに配置し、外資の犬とですね、外資とその犬による金融詐欺を徹底監視、防衛すべきだというふうに主張しています。みんななんだかんだお金に振り回されて生きているんです。お金の力っていうのはものすごいです。そのお金がですね、流れが乱れている。金融の問題はですね、社会の生命線です。それを変えなければならないと思っております。ましてや構造的にレイプが起こる企業を未だに存在させている、なんならそのレイプが起こる事業を日本に入れてこようとしている人たちがたくさんいる。情けないを通り越して犯罪だと思っています。金融庁の皆さんもいい加減に目を覚ましてください。一緒に日本を変えるためにですね、地道にやっていければと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。いいねボタンも押していただいたら動画がたくさん拡散されて嬉しいです。そして今オリーブの木は、地方選の候補者公募を行っています。オリーブの木と一緒に選挙を戦って勝ってこの世の中を変えたいと思っていただいている皆さん、この後動画の最後に、内容を差し込んでおきますので、オリーブの木候補者公募ぜひご覧ください。コメント欄にも記載しておきます。今日もありがとうございました。なんだってできるのさ、ピープルパワーで、黒川敦彦でございました。オリーブオリーブオリーブ、誰一人置いては行かない、明るい未来を作りましょう一緒に。や